LPG ボンベボンベとは、機体や液体を貯蔵、運搬する際に用いられる、完全密閉が可能な容器の日本独自の故障である。語源については、和製ドイツ語など小説ある。この種の容器は、英語では、タンクと呼ばれる。内部が高い圧力になることから、鋼などの金属や樹脂等により剣道に作られている。内容物の取り入れ取り出し口には目的に応じた。 バルブが取り付けられている。目的によって、下半式高圧ガス容器、設備用高圧容器など様々な種類がある。放規性により設置の向きが決められていることが多い。もともと、ドイツ語のボンベには、爆弾の意味しかなく、機体、液体の貯蔵、運搬用の耐圧容器の意味はない。機体用耐圧容器は、ドイツ語で、ドイツ語、ガスフラッシュと呼ぶ。日本において、 これらの耐圧容器をボンベと呼ぶようになった理由は諸説あり、そもそもドイツ語由来ではないという説もある。半導体の製造など高純度の物質を扱う場合に用いられる内部に研磨加工を施し、内容物の純度を保つように設計されたボンベ。噴霧器に接続して塗料などを散布する際に用いられる空気を充填したボンベ。 燃料用の液化ボタンを入れた小型のボンベ。カセットボンベを燃料源とするコンロをカセットコンロと呼ぶ。液化石油ガスを入れる軽いボンベ。下半式高圧ガス容器などに取り付けられたバルブは、その内容物により方式が異なるが、工業用では酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、水素、ヘリウムの場合、ほぼ同様の形式となっている。 ただし、販売店により、口金の様式に異なるものもある。また、ヘリウムと可燃性ガスは、逆ネジが切ってある。アセチレンボンベのバルブの口金には、ネジは切っておらず、パッキンが付けられている。接続のしやすさでは、内ネジ F 式が良いとされるが、当たり面に傷がつくと、ガス漏れを起こし、調整器の向き合わせにコツが必要で、 作業の標準化が困難な部分が欠点である。むしろ内ネジに、おネジが両方に切ってある、オンソケットをねじ込み外ネジ用調整器を装着してある方が便利という意見もある。なお、高純度品及び医療用ガスはすべて、外ネジあるいは特殊なワンタッチ式であり、内、ネジ式は、金属すり合わせによる、異物混入の恐れがあるため使われない。日本において、 機体用のボンベは、高圧ガス保安協会による、容器保安規則により、内容物によって、本体の塗装色が定められている。LPG は規制緩和により、蒸気の規定によらないが、規定された当時のボンベはネズミ色であり、現在でも規定当時に製造されたネズミ色のボンベが、数多く流通している。内容物が、劇物、毒物、可燃物の場合には、 さらにその胸をボンベに記載すると同時に所有者をボンベに記載しなければならない。また、文字の色が定められている。したがって、油性マーカーなどで所有者を書くことは違法行為である。ありがとうございます。